B-52 の翼下に搭載された X-51A の試験機 X-51 はスクラムジェットエンジンに関する無人試験機である。X プレームの一つで通常のターボジェットエンジンでは機能しなくなる極、超音速領域においてスクラムジェットエンジンの試験を行う。研究、実験、開発はアメリカ空軍、米ボーイング社、 ベイ・米プラット・ホイット・ニー・ロケット代員・ダイン社、ダーパ、NASA によって行われた。その飛行形態から、ウェーブライダーという愛称もある。2003年に研究を開始し、2005年に、X、X-51 と名付けられる。2006年には、アメリカ航空宇宙局のラングレイ研究所で、エンジンの地上燃焼試験を行う。順序としては、X-43 の次となるが、 X-43 との相違点としては、スクラムジェットの燃料、ロケットブースター部の流用元などが異なる。機体は NB-52H によって3万5五千フィート上空まで運ばれ、そこから投下される。投下直後はアタックムズから流用したロケットブースターでマッハ4.5まで加速し、その後スクラムジェットへエンジンでマッハ6から7となる。このエンジンの燃料は、 炭化水素系のジェット燃料ではあるが、因果点が高くなるように合成された JP-7 である。機体は無人機であるため小型であり、胴体後部がブースター部である。機体中央部に4枚、尾部に6枚の小型翼を持つ。インテークは機体下面にある。機体には XB-70 で用いられたコンプレッションリフトという設計思想を取り込んでいる。 スクラムジェットはコンベンショナルストライクミサイル構想の背景技術の一つとも考えられている。テスト機として4機の X-51A が製作され、これらを使う飛行試験が計画、実施された。当初2009年に予定された初飛行は延期されて2010年5月26日に実施された。エドワーズ空軍基地を離陸した NB-52H より、 高度約1万5000メートルで切り離され、ロケットブースターによる上昇加速後にスクラムジェットエンジンを140秒燃焼してマッハ4.88までの加速を行い、高度約2万1000メートルに達した。2011年6月13日に2回目の飛行試験が実施されたが、ブースターの加速終了後にスクラムジェットが正常動作せず、テストは失敗した。 2012年8月14日にカリフォルニア州で行われた3回目の試験飛行において制御翼の一つが正常動作せずテストは失敗した。午前11時36分頃、米海軍ポイントマグー車場の訓練海域上空で B-52 爆撃機から分離された後、正常にロケットブースターに点火された。分離の約15秒後にロケットブースターが切り離された。 ブースター切り離しの約16秒後、制御翼の一つが不具合を起こして機体が制御不能となり、極超音速飛行用のスクラムジェットエンジンに点火されないまま大西洋に墜落した。計画では5分間にわたってマッハ6の速度を出すはずだった。この時点では X-51A は1機が残っている。2013年5月1日には4回目で最後の 飛行試験が行われ、マッハ後に到達し、試験は成功した模様。X-51A の構想図視点、X-51 スクランゲット、エンジンデモンストレーターウェイブライダー初現性能。ありがとうございます。